日の良い中を私どもの環境チームの方でいただきありがとうございます。今日はですね、野鳥展っていうのをあの下で写真展を2週間ほどやってまして、今日で終わりの予定だったんですけれども、やっぱりもうちょっと見たいっていうんで1週間あの展示の方は伸ばしましたので、時間がありましたらどうぞ見ててください。で今日はあの金子さんのですね、日野の野鳥というお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。それであの、ご参加の方はちょっとチェックだけさせていただいてよろしいですか。すいません、菊池様、はい、あ、はい、お二人でありがとうございます。それから山田さんは先ほどの岩井さん、はい、はい、どうも。それから高橋さんもですね、伊藤さんはまだですね、はい、田中さんは、はい、はい、どうぞ。それから桜井さん、はい、はい、それから森俊之さんはいいですか。あ、まだですね、はい。じゃあ夏原さん、はい、それから田尻さん、はい、それから、本庄さんと、それから川野さんが目でして、中島さん、はい、それから堀田さん、はい、あとは、名前をお呼びしてなくて成島さん、はい、それから森川さん、小島です。小島さん。小島さん。小島です。それから、春田さん。はい。庄司さん。はい。はい。わかりました。じゃあ以上であの始めさせていただきたいと思います。で、あの金子さんはですね、ご紹介簡単に皆さんもよくご存知だと思いますんですが、日野の自然を守る会の方で、野鳥の方を担当して観察会なんかをやっていただいておりますし、もともと日本野鳥の会のメンバーですし、それから保守町の研究会というのもございまして、お勤めが前あの都心の方だったものですから、そちらの方でいろいろ都市の区域につきまして、グループを一生懸命やっておられる方がおられまして、その人たちのリーダー役でやっておられました。そんなふうで今日はですね、日野の野鳥ということで、皆さんご存知だと思いますが、あの日野は、高野真嗣さんという野鳥の本を引っ張り出しますと必ず監修で出ておられる、著名な方がおられましたんで、もともとそういう基礎地がありまして、金子さんもそれから高橋さんもこちらお見えですが、もうあの高橋さんなんかはお友達付き合い、それから金子さんは、マナ弟子っていうか、そんな感じでやっておられましたので、今日は面白い話が聞けると思います。じゃあ金子さんどうぞよろしくお願いします。金子でございます。今日はよろしくお願いします。話は済ませながらいただきます。今日はもう顔見知りの方も多いし、また子供に関してご連絡の方もいらっしゃるので、ちょっと緊張しますけれども、まあ、あの今日はあの日野の野鳥ということで、お話しさせていただきたいと思います。ですね、まあ、あの野鳥、日野の野鳥というのをこう漠然として、まあ、どこにあると思いますけれども、はい、今回私は、ですね、あのあその前にあの、日野自然を守る会には、設立が今年で40年になります。ですから40年前にできた当時、高野真嗣さんも、まあ、設立メンバーということでいらっしゃいました。でその頃も、まあ、私もちょっと鳥に興味があって、大先生がいらっしゃるんです、守る会ですね。ということで、まあ、早速に対応し、まあ、最近はよく観察会という名称ありますけども、昔とか、まあ、野鳥の会は、去年、館長会、あの鳥を探るというね、それはあの、中西五道先生から始まっている、まあ、名称なんですけど、その館長会に、まあ、あの、一緒に参加できるということは、非常に、まあ、私にとって、ワクワクする感じが大変です。
そういう中で、やってる際に東京支部というのがあります。その幹事として、最初に多摩川の単調会といいますか、今も続いておりますけれども、30年ぐらいかな、第一日曜日なんですかに開いてます。これは別に会員じゃなくても、どなたでも国民で参加できる単調会、これは毎週毎週東京支部でやっておりますし、時たま新聞なんかにメリットもいますので、もしそれに興味を出したら、そういう協議の会、東京支部の単調会に、参加されると面白いと思います。それと同時にですね、為替にの調査をしたんですね、東京支部で。一時話題がありましたけれども、帰ってきた東京の為替にということで、1960年代にほぼ東京では為替にいなくなってしまいました。日野新もそうです。それが、1970年代からぼちぼち東京に為替にがいるよというような話が出てきて、1980年代に調査を始めました。でこれは見事に復活戦といいますか、多摩地区からなんかだんだんこう為替に情報が入ってきて、23、そして最終的には都心のど真ん中、皇居にまで為替に戻ってきたという、そういう経緯があります。それを、東京支部の研究部というのがありまして、為替の復活地図というのができました。その作業とか観察に私も関わり、日野の為替についてもそれなりに調べました。これは日野市で守る会の会報にも載っていると思いますので、もし為替のその推移というかね、復活等について、記録になったら調べてみてください。これはじゃあなぜ戻ってきたかというのは、やっぱり環境と、それから鳥自身の問題、自身というかな、鳥のこう高度変化ということを見る、非常に面白い事例だと思うんですよ。為替の話になっちゃったんですけど、これからやはり野鳥と環境という時に、やはり人との関係を抜きに考えられないというんですね。人との関係というのは、人が作り出す環境、日野の場合はいわゆる昔こういうドーナツ、レッドタウンと言われたように、に仕事を持ち郊外に寄ったり住むという、いわゆる市街化、いわゆる農村部がどん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 その宅地化、市街化、人口増という形で変わっていく。それに対してもともといた鳥たちがどのように対応していくか、それでその変化、人口化、市街化の変化に対応できない鳥はどんどんいなくなります。もしくは郊外に行くなり、数自体が減ってしまう。しかしそれに対応できる一群の鳥たちもいるわけです。全ての野鳥がそのいなくなるわけで、かえって人工化された、環境の方が住みやすい、もしくは多くの鳥がいなくなった空間というか、空いたところに違う鳥たちが入るという変化が、1970年代、80年代、都心でかなりダイナミックになっています。そういう経過を調べるということで、都市小研究会というのを作りまして、そういう経過を、しました。ということで、自己紹介を兼ねた、今までの経過です。それでは、このデータといいますか、資料を私ありますので、ちょっとこの説明をいたします。ちょっと分かりにくいと思います。はい。すいません。後ろでですね、ちょっと山田さんって方が、朝川で一生懸命でいろいろね、ボランティアやったりしてますんですが、今日はビデオを皆さんのあれを撮りたいということで、皆さんご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。私は逃亡中で困りますよって人は言ってください。ちゃんとほとんど顔はつないにしてます、はい、取らないようにお願いします。どうもすいません。
それではですね、お手元に配りました、3枚といいますか、2枚が中心ですね。1つは浅川一番橋周辺の野鳥という、こちらの方をまず見てください。これはですね、まあ、見て分かっていると思いますが、一番左側が、鳥の名前、投手番号が、52番までであります。これは右側も同じです。投手番号と、鳥の名前が。ただ、一番上が、年号ですね。ですから、左ページの左側、2010年です。2010年の、月日1月、一番左は1月の3日になります。1月3日にですね、これは丸は、その時に出た鳥です。ですから1月3日に、カワウが出て、大サギ、小サギ、青サギという見方です。から縄の数字はですね、これは比較をしたいので、あえて、カモ類に、数字を入れました。この数字はその時に見た、個体数です、数です。ですから、1月3日はハルガモが11羽、コガモが25羽、シドリガモ2羽という数字になります。ただ丸2になってます。これはちょっと余分でした。どうしようかな、10以下は丸にしようかなということで途中になってしまったんですけど、あまりこの丸は気にしないでください。ですからカルガモが11、コガモが25、シドリガモが2羽いたということです。から一番下、同じ行の一番下の45番、河原氏は73、スズメ80入っております。これもですね、30年前、人間とちょっと比べたいので、あえてここに数字を入れました。という見方です。それで、全部で、4年分です。左側が2010年代。ですから2010年と右側の2011年。この2年間の調査の数字、データです。から右側のページです。大阪の同じ。これが、1981年です。と同じく1982年です。この2年間、約大体30年前ですね、のデータで、内容的には同じです。丸印が、まあ、その時にいたということです。から数字がその個体数。それで、あとは一番下、欄外に丸がありますけれども、これは参考までにですね、まあ、珍しく出たということで、出ました。例えば左側の2010年のこれは10月になるのかな、ホシハジロとキンクルハジロという、これは潜水ガモといって海に深いところにいるカモで、普通は浅川にはいません。これは今覚えてますけど、偶然、飛んできたんですね、上流側から。でもう30分もいないでまた下流のように飛んできた。本当の、まあ、偶然見たというようなでしたけど、まあ、カモなのでこれ入れてみましたということで、まあ、代表的な鳥ではないけれど、浅川の一番橋周辺ではですね、ですけれども、まあ参考までにどうかなということで見たんです。ですからちょっと今日はそれは触れません。あとはそう、星印がありますけど、これは参考にです入れたというのは、一番最初にありますね、1月、先ほど2010年、一番下の1月3日に大鷹と結びに星印がついてた。これはその1月3日には出なかったけれども、1月4日、5日に出た、まあ、その月に出たということで、ちょっとこれお話ししたいので、あえてここに入れて、まあ、浅川にも大鷹や結びがいますよということで、ここにあえて、特に下川については、
と話をしたいので、ここに入れてみました。以上が、この資料の、説明ですけど、何かこう触れだけありますか。はい、それではの、この資料を、元にですね、お話をしたいと思います。まあ、今日はのみんなの環境、セミナー、環境ということなので、できるだけその環境とその野鳥というか、環境の変化によってこう野鳥がどのように変わるか、それをこう現在と30年前とこう対比しながらこうお話できたかなと思います。そのそうですね、変化、いわゆる変遷には大きく言えば2つあると思います。よくある意味減った鳥、それは逆に増えた鳥、まあそれがよくこうしたと言っていますまたよく聞かれます、最近言ってますかとかというの。それともう一つ、ですね、今までいなかった鳥が現在にはいる、これが結構あるんですね。これから一番最初お話しします。例えばカワウなんかは30年前になかったです。多摩川がいない鳥だったんですね。それが現在はいるというように。からもう一つ、冬鳥と夏鳥ご存知だと思うんですけれども、冬鳥というのは秋にこう城に来て冬の間、まあ、越冬して春になると繁殖地の北や山に帰ってしまう、そういう一群の鳥たち、現在のその鳥たちが誰か帰らなくなって城に居ついてしまう、そういう一群の鳥たちもいます。これも 何種類かありますので、その辺のこう30年経つとこのように変わるというようなことの、お話ができたことだと思っています。先に面としては、じゃあ浅川の資料の方を見ながらちょっとお話したいと思います。今ちょっと触れたんですけれども、一番のカワウですね、左の表の一番、これはもう出現率 100% ですね。出現率というのはそのなんか12回のうち何回出たということ、6回出たら出現率 50%、 そういう意味ではカワウは必ず、まあ浅川行ってる方はご存じだと思うけど、ほぼいます。それに対して右側の1980年代は1回もありませんでした。これはあえてこう分かりやすく網を敷いたんですけれども、見事に80年、81年、82年、記録されていません。これはこうなぜかっていうか、その当時カワウはいなかったんですね。カワウはもともと東京ですと東京湾の浅瀬や干潟で生息する、まあ、どっちかというと海の鳥だった。それから戦後埋め立て、特に京浜工業地帯ですか、千葉 の、 沖合をどん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 埋めましたね。それでそのカワウの生息場所がなくなってしまったんです。それで一時絶滅かと言われるぐらい激減してしまいました。で今でも覚えてるのは東京の上野の篠松の池、今でもなんかコンクリートの木がありますけど、そこにですねかろうじて東京ではカワウが、まあ、生息してたと。から、まあ、これは聞いた話ですけど、1971年には全国でまあ、3000ぐらいだろうと、もうこのままだと絶滅してしまうというまでこう落ち込みました。それがなぜか変ですけれども、復活し始め、今まで東京湾にいなかったカワウが今度河川、荒川や江戸川、そして多摩川を利用するようになった。
それが1970年後半です。それから見る見る数が増え、現在ではもう公害ではないけれど、まあ、ある面嫌われ物になってしまうの数に増えました。それで、私がですね、初めてその浅川で、カワウを見たのが1985年5月です。まあ、この話をそのカワウの研究者にしたら、まあ、ある面、ああ妥当ですねというか、そろそろその頃あの多摩川から浅川方面までカワウがこう餌を取りやってきた時代ということで、そういう意味ではそのここにありませんが、81年、82年はまだカワウのいない時代だったんですね。だから、大体85年、私が見た85年以降ですね、だん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 増えてきたということで、まあ、現在は、まあ、多すぎるというようなことで、まあ、ある意味嫌われてしまうぐらい普通に見ることができる浅川市のことです。からもう一つ同じような現象として、7番のアオサギです。これも見事にあのデータ出てるんですけれども、現在はもうほぼ毎日というかアオサギを見ることができます。アオサギの上で餌を取ってます。でこれをアオサギも、1980年代は浅川にはいませんでした。このアオサギは、もともとですね、あの東北から北が、繁殖地だったんですね。北海道でも繁殖地がそのアオサギが、その繁殖地をだん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 こう南へ南へと広げてきたんです。そういう中で、ですね、古いあれですとデータですと、あのカワセミ会、あのこの辺で取り寄せた1988年に多摩川で見たというような、まあ、非常にこう珍しい情報として、載ってましたけれども、あの冬に稀に見ることができるようになったというになった。このアオサギがどんどん繁殖期が南下して、私が初めてそのアオサギの頃に見たのは1993年前半でした。これはあの多摩川と、大久里川の合流島 の、 あの斜面といいますか、あの段丘街がこう多摩川の大久里川の地域、あそこの斜面でですね、アオサギが繁殖していました。まあ、あのサギですのでいくつかコロニーを作って、そこで、やっぱ一番多い、これはあの、どっかの学生さんが調べた40つがいのアオサギが、1998年にはそこで観察されています。そのようにあの、まあ、身近にでコロニーができて、それであの日野市でも、まあ、一年中見ることができるんだというふうに思います。でこの、コロニー斜面は、再開発といいますか、マンションを建てるということで潰されてしまいました。見事に。でその前後して多摩動物園でそのアオサギのコロニーがあるということになったんです。多分ここの心とかその大久里川のコロニーいたアオサギたちが、まあ、上野動物園、多摩動物園、多摩動物園も最初は点々とこう移動してたようです。で今なんか、アフリカへのあそこへ入る左側の方の雑木橋にアオサギのコロニーを作っています。ただ最近減ってしまったようなんですけれども、今年も行っているようです。そういうこう、まあ環境の問題もありますけど、そのサギ自身のこう一つの行動変化、繁殖変化によって日野市で、まあ、一年中見られるというのを、まあ、メンバーに変わったというそのことだと思います。これがあの今までなくてこう鳥が繁殖をこう広げたということです。あ、
そうですね。それともう一つあります。あの岩ツバメです。この番号で言いますと、31番。これは、ですね、これはあの30番、ここにはもう出てるんですけれども、この岩ツバメもですね、もともと日野にいる鳥ではなかったんですね。この名前のように、もともとはあの岩場とか山間部のこう岩、それからあと、よく山小屋なんかに、例えば尾瀬なんかに行くと、びっちりその山小屋の軒に巣があります。もともとそういう鳥だったのが、戦後あの平地といいますか、山からこう降りてきたんですよね。それはまあいろんな理由があると思うんですけど、一つはあの、いわゆる建造物、建物の問題です。昔は木造、ほぼ木造でした。それが最近は、最近というか戦後ある時期からどんどんあのコンクリートのビルができました。そのコンクリートのビルというのは岩ツバメにとってはその山間部の岩場と同じなんですね、見方として。ですから、そういうあのビルに、もしくはそうビル、もしくは青梅で話題になったのは体育館、大きな体育館の軒先に集団で岩ツバメがするということで話題になりました。その岩場に類しているのはもう一つはあの橋ですね。あのまあ今はこう鉄骨のようなあるところ、大体こうコンクリートの橋桁に、コンクリートの橋、それであの日野で他にあったかどうかで、私が初めて日野で岩ツバメを見たのは浅川の一番橋です。これがあの1977年のにあの一番橋の下で岩ツバメの巣を作りました。でこれ以来毎年のようにあの岩ツバメは繁殖するようになり、今は高畑橋もありますが、それは八王子の方も大事だと思います。これは多摩川に関しても、上流からあったで6号の橋まで岩ツバメは入ってきています。ということで、まあ、この岩ツバメも、まあ、平地のツバメといいますかになったということだったと思いますね。ですね、この岩ツバメも最近まで1970年前半までまだ青梅の立派の鍾乳洞のあの辺の岩場で天然のいわゆる人工じゃない昔ながらの岩ツバメがいたという、金井さんから金井郁夫さんでしたが書いていらっしゃって、本当最近までその都会のツバメと岩ツバメとそういう天然の昔ながらの歌ったと思います。そういう中で、ちょうどこの浅川のその80年代はその岩ツバメが入った後ですので、この表ではあのほぼ夏鳥として記載されています。バッチリとその3月から、8月ですか、一緒にあれですけど、まあ、あの日野にいるのはツバメとヤツバメ、それとここに載ってませんけどコシアカツバメという3種類が浅川流域にあります。ですからこれから5月下旬6月になると、まあ今よければイワツバメ、まあタタツバメといいますか、まあ、ツバメ、それとコシアカツバメ、3種類を同時に見ることができる、非常にこう貴重なといいますかね、あのいいフィールドだと思います、浅川は。ということで、あのツバメ、イワツバメも新顔といいますか、新たに篠宮町に加わった鳥たちです。でそれではまた、同じような傾向としてですね、今度はあの冬鳥だった鳥がですね、流鳥、夏もいるようになり繁殖するようになったという鳥が日野市にもいるんです。ですね、その代表的なのがですね、先に話しますね、ですね、清鳥です。
ちょっともうこの表示は別に表示に載ってますけれども、あ、じゃあ味します。先に、赤鯉の仲間の、33番ご覧ください。白赤鯉、この白赤鯉は、2010年代は全部丸がついてますね。これは一年中いるということです。それに対して、右側の、同じく33番これはそうです、分かりやすく網をかけましたけれども、ですね、冬鳥です。ですから、1月から3月まではいるけれども、5月から8月の繁殖期はいない。これはあの、2011年も2082年も同じです。これはあの典型的な冬鳥のパターンですね。白赤鯉もあの日野市では冬鳥でした。それがですね、1980年中頃からあの北に帰らないでそのまま日野に、いるようになったといいますか、流暢化し今繁殖をしてます。これはあの、白赤鯉の変化ですね。後ほど赤鯉類はまとめてあのお話ししたいと思います。ということであの白赤鯉が流暢になった例です。からもう一点あの、ですね、これはもう皆さんどなたまあどなたもご存知です。ヒヨドリですね、36番、ちょっとご覧ください。これはもう、2010年代も、1980年代も、全てあの流暢として取り下げていますが、実はこれも、冬鳥だった。それであの皆さんにあの、あのコピー、あの渋谷さんにコピーしていただいたところを、表をどうしますか。あるこれはあの、これはあの小学館の子供向きの、鳥類の歌、この中にあります。これはあの高野真嗣さんがあの監修していらして、あの日野のデータというか鳥が結構載っているので、その中の一つなんですね。これはあの貴重なデータと思います。まあこれは子供さん向けと言いながら大人が十二分にあの活用できるデータです。ここに一番下にあります渡る鳥の初任の記録、これはの東京都日野市って書いてあります。あの高野さんはあの多摩平に住んでいらして、講談ができた時から、亡くなった1984年から亡くなったのまで住んでいらしたので、その当時の日野の鳥のことを、まあ、いくつも書いていらっしゃる。でそのデータとしてこれ非常に貴重だと思います。で一番上のヒヨトリをご覧ください。これはあの初任日というのは冬鳥が初めてまあ来たもしくは見たという、多分このヒヨトリは多摩平だと思います。ですから多摩平で、ですから一番次第の昭和35年1960年にあのヒヨトリを冬鳥のヒヨトリを初めて確認したのが10月6日ということ。これでずっとこう、44年までほぼ9年間ヒヨドリの初任日が出てます。これ見ると大体10月上旬にヒヨドリがまあ昨日たまたまで来たということが分かると思います。これは3コマに一番下の白赤鯉、これも当時あの先ほど話したようにヒヨドリです。ですからここに、冬鳥の初任が出てますね。大体、白赤鯉も9月下旬から10月上旬に日野にやってくる、やってきたということです。でこの白赤鯉も今やもう冬鳥ではなくして流暢として一年中から上のヒヨドリもそうです、昭和44年頃までということで、あのこの日野の動物ガイド、この鳥の部分も高野さんが監修しています。
ですからかなり高野さんが当時観察したというのは私が載っております。まあ余談ですけど、私の浅川の記録を載せていただいて、いろいろこれは1979年ですから1980年、1年前にできた本ですので、それまでの鳥居についてはこの本で、昨日の鳥居についてはかなり断片的ですけれども知ることができます。でこれによりますと、その日踊りですねは、文章の中で、読ませていただきます、昭和43年頃から日野市内に夏も残るようになり、現在では市内の方々で繁殖をしています。ですから1979年にはもう繁殖調理をして流暢になったということで、高野さんが初めてその越夏という夏も歌った冬鳥が、なんでこれは話題になりました、日踊りが山に帰らないといるよと、繁殖の頃も夏もというのが、昭和43年、ですからこの表で言うと43年というのは68年ですね。ですからこのちょうど昭和44年頃までは冬鳥で、この以降もう多分この初任の記録というのは取れなくなってしまったと思います。年がないんじゃないというような変化といいます。鳥の方の変化ですよね。それでこう日野では1年中日踊りを見ることができます。今やまあ日踊りってなんだっていうぐらいになってしまったんですけど、そういう変化です。それとついでに言うんですけど、これも皆さんご存知、キジバト、これもキジバト、単純か観察会だけがキジバトですって皆さん向いてくれませんけど、このキジバトも日踊りの10年のように10年ぐらい前、冬鳥が山にいて、ですから今でも、キジバトのことを山鳥、あ、山バトって言いますよ。もともとやっぱり山に鳥だったのが、日踊りの先輩で、その10年ぐらい前から町の中に降りてきて、そのままに座ってしまったと。まあ、結構キジバトをしたたかに人との関係を作ってると思うんです。平気で近寄ってくるし、人の作ったとからこういう意味なんですね。の関係したものを食べたり、だから平気でその岩崎の地味を食べたり、これがまあ都市長課の都市長の大先輩というふうに思ってますけれども、そういうこう変遷といいますか、これはまあキジバトもそうですし、ヒヨドリもですね、ヒヨドリがこう日野だけではなく都心へ、もう都会の真ん中、故郷の中でも繁殖する。これはなぜだろうという、その当時言われてたのは、要するにこう丘陵地帯、自然が今までいた自然がこう壊され、仕方がなくこう町の中に降りてきたという話になりましたけれども、もちろん一方にあります。だけれどもう一つはやはりそのヒヨドリが持ってるなんていうかな、パワーというか力というか、環境に対するその適応力、環境変化とは何か言いますように、どんどん人口化、都市化、人口化されていきます。ですから、それを受け入れるか、受け入れないかによって、その種の存亡を図るか。そういう意味では、いち早く、日踊りは、そういう環境変化に対して順応し、まあ、人のそばに、先ほど切り分けもそうですが、日踊りも結構平気で、人の前にというか、あの先で、そうと人を警戒しなくなったと思います。これは昔からどうだったのかそれは分かりませんけど、ですから一概に環境だけではない、鳥たちの持っているその力といいますかね、環境順応というようなことも考えられるのではないか、まあ、どうしても私結構図書研究会で長くやってたので、その辺のこう考え言ってしまうんで、いやそんなことはないよという言われいる方ありました、また後ほど時間があったら話伺いたいと思います、ね。それでその変化という意味では、その、大きいのはその今までいなかったという、それともう一つ新たに流暢になった、
ということで、まあ、志布市内で増えたと言っていいと思いますけど、鳥だと思います。それでは次に、環境変化で一番大きい顕著に出ているのは、カモですね。朝霞の場合ですけれども、カモの数、種類もそうですけれども、カモが非常にこうはっきりと30年前と現在の違いが、出ております。この朝霞の表ご覧ください。8番から14番までが、カモです。これは左右とも同じです。で、この中の9番のカルガモ、これはご存知のように流暢で一年中いるカモです。それ以外の、コガモ、ヒドリガモ、ナガンガモ、その他は、冬鳥。要するに秋に来て春に帰ってしまうというカモですね。でもちろん種類も減ってますけれども、この中でやっぱり比べてほしいのは数です。例えばカルガモでもって言うんですけど、まあ見慣れてるカモでもですね、30年前には最高で80羽近くいました。この説明をしないとちょっと感じる意味があるんですけど、この朝霞の一番橋周辺の野鳥というのは、この調査の仕方ですけれども、ロードセンサスといいまして、歩きながらこう見た鳥の種類とその数を記録していきます。順番に照明で朝霞周辺というのは、ご存知ですかの朝霞佐賀の市民プール、市営のプールがありますね。あそこから上流に向かって一番の赤い、ウガンですね、左側、ウガン左岸というのは下流に向かって右側がウガンで、左側は左岸、下流に向かってですね、都市民プールは左岸にあります。で、左岸をずっと川沿いに上がっていくと、一番橋、右側に、自称で、左側に七尾中学ですか、ある、あそこの一番橋からもう少し上流にグランドが同じく河川敷にあるんですね。南平の駅の、まあ、東名とか、その間大体 1.5 キロなんです。そこを大体1時間ぐらいで歩いて、その間に出た鳥をこう記録していく。ですから、このカモも大体その区間でですね、いたカモの種類と数です。ですから、いや、私は一番驚いたのは、1982年の1月23日の、データを見てください。この下のオナガガモ、なんと906羽と、まあ、これは本当にというか、本当に906じゃない、大きいやつは50、100と、まあ一応プラスマイナスで、大体100羽で、300羽こう書いていく。で、だから時たまには上を通ったと、それとまたそれはそれで2って書いてということで、バンバンバンって、まあ900羽いて、で、2はまた飛んだんでということで2って、まあその程度で、そのびっちり、まあ、カモなんて数えられません。ただ9羽近い数がいたということはないんです。で、ちょっとその902なんていうと、その信憑性化はあれですけど、まあそういうことで、大体です。ではなぜカモが、これだけのカモがいたのかというのが、まあ今日の何ですか、環境セミナーではないかと。これは大きくいくつか関係の問題、特にですね、
今では想像できませんけれども、30年前、やはり八坂の左右は全部田んぼだったんですね。が畑。それから松林がありましたの、七尾中学沿いの七尾に行く上流の方に、赤松から林があったり、あの辺にこう、湿地地帯だったりという、要するに河川の周りがですね、畑だった。で、鴨は、昼間はほぼこういう、安全なところで休んで休息の場です。それで暗くなってから水田を搾り取る。大体朝川に来るのは、淡水鴨といいまして、潜水潜らないで水面で餌を食べる、もしくは川の中ですと植物の口、大体植物室。ただ朝川の中でそんな何百羽ものカボが餌を取る場合はないんです。それはもうデカデカに方々に飛んでいくというか、周りの水面で餌を取る。ですから、明け方もう日の出頃朝川を歩くと、結構もう土手の上にいたり、その田んぼ刈り取りが終わった水田や畑で餌を取っているんです、ね。そういう意味では朝川だけの環境じゃなくて、それを取り巻く荒廃地として、あと川の荒廃地としての水田がこの時代まだまだ続いてたということで、カモもここにたくさん集まることができたと思います。今でも言ってますから、西尾からあまりローカルな話じゃないですから、一番橋まであの辺全部水田でしたよね。ですからその水田がなくなってしまったんで、カモもそうだし、今日はちょっと時間が触れられませんけど、市に千鳥といいますか、海岸にいたそういう鳥たちももうほとんどいなくなりました。それは川を使いながら横の堤防を越えた田んぼを使う、水田に入り川を入って、そう行き来しながらその朝川を利用、朝川にいたということで、その片方の水田がなくなってしまったということで、朝川の河川敷だけではない中で鳥がいなくなってしまうというのはある面妥当って変ですけど、そういうもんかなと思いまして、そういう意味では心配しているのは、よりこれが、周りの宅地化が進む中で、朝霞自体が単なる水を流す、昔は下水だったけど今はまずまで広くただ用水路的なね、きれいな水が流れていく単なるこう都内の用水路感じになってしまうんじゃないかという心配があります。そのためにどうしたらいいかというと、もし見られたら皆さんと考えられたらなと思っています。現象としてはこういうことです。ですからもういくら河川敷をどういじってもこれだけのカモが戻ってくるということはないと思います。それと当時はですね、これだけ増えたその環境問題と、それからもう一つ当時まだ狩猟廃棄期があったんですね。ですから1970年代ですとその狩猟期が始まると、うわーっと東京にカモが増えたんです。埼玉、茨城や神奈川の方、東京はそうはなかったと思うけど、鉄砲撃つみたいな人たちが、それは明らかに逃げてきたという現象はありましたね。それでそういうまた餌もあるということです。それでちょっとずれますけど、最近カモがいなくなったという、いくつも要素がありますけど、近郊、例えばもう埼玉にしても茨城にしても、もう今鉄砲撃つとかないですからね。それで一説によると、東京のカモが分散したんじゃないかと。それでいなくなった、少なくなったっていうのは東京だけの話のようなんですね。東京のカモがいないことは確か、浅川もそうだったもん、都心の忍ばずに行けど長門はゼロになっちゃったとか、そういう顕著に出てるんです。ただいろんな環境の問題もあるかもしれないけれども、もしかしたら今まで東京に集まってたカモたちが何も東京来なくていいじゃないということで分散
したんではないかという、いう人もいますし、考えもあります。で、現にあの東京湾のカモは減ってないということなんですね。まあ、あれは時だけだしじゃなくて、まあ、釘に岩高等部とかっていうのがありますけど、まあ、大きく見れば関係あれですけど、減ってないで、東京の都心部や郊外のカモが減っているということです。ですから、その辺もこういろいろ調べたら面白いと思いますけれど、そういう意味では数とそれから種類ですよね。が、まあ、今大阪では種類単純化されて、ヒドリガモとコガモ、これも一時ほとんどいなかったんですけど、最近この数年ヒドリもコガモも見ることができるようになったという感じです。これもやはり長期的に、こう見ていけば、面白いのではないかというふうに思います。それと同じような、ですね、環境変化という意味でカモと違うんですけれども、一番下の46番、これもちょっと数字を入れてみました。カワラヒワとスズメですね。あの80年代、特にスズメが多かったです。で、最近の話題として、スズメが減っているという話題になっています。で、これを調べた学者もいます。で、多分間違いないと思います。日本のスズメが入っているということなんですけれども、まあ、そんな話題があったので、今回ちょっとそれをやってみたいと思って、この現在と30年前の、スズメとカワラヒワの数を入れてみました。特にカワラヒワは、まあ、100話題ぐらいになりますけど、春にはほとんど、まあ、1話、2話とかいないと同じです。偶然です。これはどういうことかというと、カワラヒワやスズメは川で繁殖する鳥ではないんですね、もともと。ただ冬の間だけ餌があるから河原にやってくる鳥という環境の利用です。で、この時代80年代はこれだけのカワラヒワやスズメがこう餌がある、餌を取れるという環境であるということです。これは河川の中の草がたくさん複雑だったということと、もう一つカモと同じです。周りに水田があって、畑があり、そして冬にはその稲を刈った後のうちもいろんな植物がたくさんあったということで、これだけのスズメやカワラヒワを集めることができたって変ですけどね、呼び寄せる環境があったということをこれ研究に表していると思います。で、特に動物もそれってそうですけど、やはり冬の間に十二分に餌を取れないと春の繁殖に影響するわけですね。ですから死活問題なんです。冬にこういい場所で十二分にその餌を取ると、少なきゃ餓死してしまう、死亡してしまう。だけどそれ以上にきちっとその冬を餌を豊富な場所でこう、それが主としてその繁殖につながり、そのつながるという意味では、冬の餌場というのは鳥にとっては非常にその大事な場所になっている。そういう意味では大阪は、まあ、今やそういう鳥にとっては非常に侵略な環境になってしまうし、それがこうスズメ、まあスズメが減ったのいろんなこう言われてますけど、やっぱり一つはこういう例を見るようにですね、冬場をこそ部屋が、冬餌が豊富にある、そういう環境がすでにもう日の日がなくなってしまって、こういうことからスズメも多分減ってるんではないかというふうに推測できます。だからカワラヒワも結構最近なんかよくわからないけど、2、3年声を聞いたり観察会見るんですけど、その前一時ほとんどカワラヒワがなかったという時代もあるんですね。ですからこの辺もですね、カワセミのように環境指標と言われて大事にされるけれども、
スズメやカワルヒアを見ることによって、まあ、何でもない自然というのは言い方がおかしいけれども、まずこうありふれた環境に変化が起きて、河原に変化が起きてというふうに見ることができるのではないかというふうに思います。それではあと個々の話をこの表の中で、ね、させていただきたいと思います。休憩、まあ、休憩、そうですね、5分ぐらい休憩しましょうか。はい、じゃあ